何か話さないと。ああ、緊張する。顔がどんどん熱くなってきた。カルトさんは腕利きの兵士だと聞きました。俺、足を引っ張らないように頑張ります。 向こうへ行け。 え？ 何を言ってるんだ、僕は。 違うんです。僕、極度の上がり症で。 すみません。失礼しました。 またやってしまった。 どうして僕はいつもこうなんだ。 カルト、また相手に変な誤解させちまったみたいだな。 ローラン、 どうしよう。彼、せっかく挨拶に来てくれたのに、すごくひどいことを言ってしまった。無口でクールな腕利きの兵士、それがお前に対する周りのイメージなんだよな。だからみんな、ビビっちまってあんな風に挨拶に来るやつまでいるわけだが、誤解なんだよ。僕は上がり症で うまく話せないだけなんだ。普通に話せるのは幼馴染の君と妹のエリーンくらいだよ。仕方ないな。俺が後で一緒に誤解を解きに行ってやる。ありがとう、ローラ。困ってる親友を放ってはおけないからな。にしても、 兄貴はちょっと頼りないってのに比べてお前の妹は。ねえ、エリーン、装備について聞きたいことがあるんだけど。おい、エリーン、ちょっと手貸してくれ。はーい、すぐに行きます。相変わらずすごいな、エリーンは。いつもみんなに頼られて。明日の作戦はあいつも参加するみたいだぜ。 いいところを見せないとな、お兄ちゃん。うん、よし、これで明日の準備はできたかな。にしても、同じ村で育った俺らが今度は同じ戦場を走り回ることになるとはな。あの泣き虫だったエリーンまで 入隊するとは思わなかったぜ。昔に比べてエリーンは変わったよね。しっかり者で頼もしくなった。戦闘でもしっかり結果を出してるし、エリーンにそんな才能があるなんて驚いたけど。誰かさんの役に立ちたいから必死に努力したんじゃないか。誰かさんって？ バカ、そりゃ当然兄貴のお前。ちょっと兄さん、明日出撃命令が出てるんでしょ。準備は？ああ、とりあえず終わってるよ。もう気の抜けた返事ね。そんなんじゃすぐ帝国にやられちゃうよ。やれやれ、本当はブラコンのくせに 本人を目の前にすると途端にこれだ。それとローラン、親友だからって兄さんを甘やかさないように。ったく、可愛げがなくなったな、エリン。昔のお前は弱虫で泣き虫で、何かあるとすぐ兄貴に助けてもらってたのに。バカ、いつの話してるのよ。とにかく準備はしっかりね。 兄さんはただでさえどんくさいんだから。それに私はもう子供じゃない。今度は私が兄さんを守ってみせる。気合入ってんな、あいつ。いろんな方向からのプレッシャーで吐きそうだ。
ったく、そんな器用でよく入隊できたな。というかお前もそもそもどうして軍に来たんだ。あれ、入隊した理由言ってなかったっけ。実はその僕、君が心配で連邦軍に入ったんだ。何を心配するってんだ。俺は帝国を倒すためにここへ来ただけだぜ。帝国は悪だ。悪は打ち砕かれなきゃならない。連邦の正義の力によってな。そういうとこ変わらないな。君は昔から正義感が強かった。でも今の君は帝国の全てが悪だと思ってる。カルト、お前は優しすぎる。戦場に立つなら強い意志を持たないとダメだぜ。うん、それは分かってる。ま、心配してくれるのは嬉しいし、お前と一緒に戦えるのは心強い。明日の戦闘も俺はお前の背を守ってやる。だからお前は俺の背を頼むぜ、相棒。ああ、そうだね。頑張るよ。これより作戦を説明する。よし、作戦開始だ。あれ、エリーンはさっきまでいたのに。あ、カルト、今の悲鳴。エリーン、どこだ。返事をしろ。バカが、一人で向かってきやがった。撃ち殺してやる。邪魔をするな。どけ。変わらないな。エリーンが危険な目に遭うといつもこうだ。どうしよう、みんなとはぐれちゃった。敵にも囲まれてるみたい。散々兄さんにしっかりしろって言ったくせに、自分がこんな形で終わるなんてね。お前らしくないよ、エリー。こんなところで諦めるなんて。兄さん、それにローランも、まさか私を助けに。ダメだよ、今すぐ逃げて。ここは敵に囲まれてるの。わかった。じゃあエリーンは僕の後ろにいて。心配すんなって、エリーン。よく知ってるだろ、こうなった時のカルトは無敵だぜ。見つけた。当たれ。やられたか。怖いものなんかないさ。行きます。私がサポートします。
します。愛する、君がいてくれてよかった。敵はあそこか。ここは射程内だ。倒す。このままでは動けない。次に行こう。愛する、月があると落ち着くな。発見した。行動を開始する。
開始します。ここは射程内だ。これでも食らえ。回避する。エリオン、油断しないで。なるほど。怖いものなんかないさ。これでも食らえ。当たれ。まだまだ。頭が丸見えだぜ。
れが正義の力だ。撃つぞ撃つぞ。当たれ。日々の鍛錬は大事だぜ。よし倒したな。味方がやられました。背中は任せるぜ相棒。そこは射程内だ。怖いものなんかないさ。当たれ。行動を開始します。開始します。私がサポートします。ものなんかないさ。敵中。エリン、危ない。伏せろ。狙われていたなんて気づかなかった。どうして今撃たなかったんです。
引き金に指はかかっていたはずなのに。撃てなかった。俺にもその子と同い年くらいの妹がいる。なんだって。情けない最後だな。笑ってもいいんだぜ。いえ、同じ立場だったなら僕も引き金を引けなかったと思います。そうか、その子はあんたの妹か。大事にしろよ。なんだ帝国は悪のはずなのに、こんな兵士もいるなんて。何が本当の悪なのかしっかり見極めて戦うことが大切だと思うよ。でもひとまず干渉に浸るのは後にしよう。だぜ。行きます。了解。よし、作戦成功だ。祈祷しよう、エリン、ローラ。そうだな。あれ、二人の様子がおかしいな。どうしたんだろう。エリン、お疲れ様。怪我はなかったかい？うん、大丈夫。その、さっきは助けに来てくれてありがとう。兄さん、すごくかっこよかったよ。鬼の形相で敵陣を突っ切ってたな。そこまで怖い顔してたかな。それからごめんね。え、何が？兄さんを守るなんて偉そうなこと言ってたのに、結局私守られちゃったから。謝る必要なんてないよ。エリーンは大事な妹だ。お兄ちゃんってやっぱり優しいな。数年ぶりだな、お兄ちゃんって呼ばれたの。待った、今のなしなし。つい口に出ちゃっただけだから。とにかく私はお礼を言いたかっただけ。それだけだからね、兄さん。エリーンが塩らしいなんて、こりゃ明日槍でも降るかな。ローラン、どうした？さっきから元気がないみたいだけど。お前に言われたことを考えてたんだ。何が本当の悪なのかって。え、僕
そんな偉そうなこと言った？覚えてないのかよ。ごめん。たく、相変わらず変なところで抜けてるな、お前。にしても、こういう結果もガキの頃と同じか。結局いつだってカルトのやることが一番正しいんだ。正しくて優しいの。いや、そんなことないさ。僕だって間違うこともあるし、何が正解かわからないこともある。俺も今は何が悪なのかわからなくなっちまった。ただ改めて戦争は悲しいことだってのは分かったぜ。俺たちの手で終わらせねえとな。僕には頼もしい親友がいてくれる。だからきっと大丈夫さ。私は？もちろん、しっかり者の妹がいてくれるのも心強いよ。一番頼りになるのはお前だぜ、カルト。これからも3人で頑張ろうな。うん。ああ。Thank you.